この選手たちの伸びしろ遺憾によりますと、ペナントも取れるような戦力が作れるんじゃなかろうかと、私、かように思いますが、いかがですか、お二人。あ、結構クール？そんなことない？しげくん、違う？ということで、あまり何も僕は準備をしておりませんが、はい、あ、新劇も来たかな、今ミュートになってますね。お二人が一番語りたいことっていうのをまず最初に聞いとくと番組構成上いいかなと思うんだけども、ブライアンさんは今日は何の話をメインにしたいです？何の話？そうですね、うん、難しいですね。あれば金言くんのがありそうですけど、新元くんの子がありそうですかね。はい、でも今ミュートになってるからさ。なんだろうな。うん。今期は B クラス確定なので、来シーズンに向けていきたいですか。来シーズンに向けての話をメインにしてみたいですか。はい。そうですね。わかりました。じゃあこれを、後半ぐらいにこれを持ってこれるようにしましょうかね。そうですね。はい。うん、じゃあ、一応とりあえず今シーズンの流れというか、大雑把にね、見てこんな感じだったなっていうのが、その前に3連覇しましたもんね。はい。パリーグ3連覇した今シーズンと、で、今シーズン流れと、で、から来シーズンに向けてという形になりますかね。そうですね。うん。はい、そうしますか。信玄君は、ご準備いかがですか？ご準備できたらミュートを解除にしていただいて。ミュートの解除の仕方がわからなかったらね、マイクの、アイコンがあると思うんだけど、マイクのアイコンに車がかかってたら、それを一旦スタップしてもらったら解除できますよ。なかなか反応がないですね。つい最近になると思うんだけど、ブライアンさんね、オリックスで現役をしていた選手たちがポロポロと引退を発表して、ほんますね。ね、はい、T 岡田と、はい、足立良一と、比嘉でしたっけ？比嘉ですね。うん。比嘉と外野で小田裕也。小田裕也だ。はい。今日、外国人ですけど、マウイ・ゴンザレスも引退するようですね。ゴンザレス？結構、お年が高い選手だったんですか？ 35 ですね。ああ、なるほどね。そうか、そうか。ゴンザレス選手も引退を発表。今シーズンは、外国人周りはどうだったですかね、オリックスは。ピッチャーは良かったんじゃないですかね。ピッチャーは良かった。代表格としては、どのあたりが？まあ、守護神でしっかりマチャドが、マチャドが。っていうところと。マチャド選手、うん、2.03。まあ、5勝3敗、14ホールド、23セーブ。はい、はい、はい、はい。な、シゲ君の声は聞こえた？今。あ、聞こえます？はい、はい。はい、あ、よかったよかった、お疲れ様です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今信玄くんが入ってくる前にですね、ブライアンさんの話を聞かせていただきましたらですね、はいはいはい、来シーズンに向けての話をね、語りたいというようなことを聞いておりまして、で、はいはいはい、流れとしては昨シーズンまでで3連覇してたオリックス、今シーズンの流れを振り返っていただいて、はいはいはい。ついさっきですね、目の前で胴上げ見せられてと。そうですね。いうことで、来シーズンの話に入っていけたらいいかなというふうに思ってるんです。うんうんうん。で、今、引退を発表した選手もポロポロといるので、はいはいはい。その辺も触れていただきながら、ざっくり50分ぐらいで終えられたらいいかなというふうに思ってますが。そうですね。よろしゅうございます？はい、はい、大丈夫です。じゃあ、やってまいりますか。どういう入り方がいいかな。ちょっと待ってね。ブライアンさん、こんなもんでいかがだったでしょうかね。はい、はい、満足です。シンキさん、いかがですか。もう、満足です。
満足ですか。はい、はい、ではまた、パリーグ FM で、お呼びかけすることもあると思いますので、ぜひその時もお力をお貸しください。お二人、いやもうこちらこそ、はい、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。では本日は以上でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おしまいです。ありがとうございました。たまたま信玄くんのね、ラジオトークのライブに入っていったらさ、またやりましょうよってお声掛けをいただいてから何週間後ぐらいにこれが叶ったのかな。1ヶ月後ぐらいですかね。いつでしたっけ。多分僕もバタついてたから1ヶ月ぐらい、約1ヶ月ぐらい前じゃなかったかなというふうに思ってた。多分それぐらいか。僕もあやふやであんま覚えてないんですそうよね、ほぼ毎日やってるもんね。うん。どこのあたっけとか思うよね、そらそうね。さあ、1時間の音源編集して木か金かぐらいにはアップできるようになんとか頑張りたいというふうに思ってますが、それまでちょっとお待ちいただけますか。問題ありません。問題ありません。大丈夫です。はい、はい、ありがとうございました。ということで、じゃあ本日以上とさせてください。はい、はい、皆さんお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、じゃあおやすみなさい。失礼します。Podcast Ideographic Period。 この番組は完全不定期配信のポッドキャスト番組です。新作を楽しみにしてらっしゃる皆様にご迷惑をおかけしているかもしれません。そこでフォローです。フォローをしておけば新作の通知が届きます。無料ですし、自動ダウンロードの解除も各種ポッドキャストアプリにおいて設定できます。ぜひ番組フォローをお願いします。うす。日本ポッドキャスト協会が今年も配信リレーやるよ。9月24日から30日の7 days。 YouTube とポッドキャストで配信。日本ポッドキャスト協会で検索検索。